る場所に合わせてブラシの大きさを変えると失敗が少ないです。手の甲で色味を調整しましょう。基本の位置です。ハイライトカラーは眼球の丸みに沿って入れ、ミディアムカラーは目を開けた時に色が見える位置まで入れます。シェードカラーは黒目の外側から目尻に三角形を描くように入れます。黒目の中心にブラシを置き、目尻に伸ばします。残ったもので目頭や上に向かってぼかします。広筆を少し立てると塗りやすいです。目頭側につけすぎないように注意しましょう。ブラシを黒目の外側に置き、目尻になじませます。残ったものでミディアムカラーにかかるようにぼかしましょう。